アメリカ・サンフランシスコで活動するアマチュア劇団メディアプロジェクト囚われた女たちの劇場。元受刑者や HIV 陽性者などちょっと訳ありな女性たちが参加し、自分たちの人生をお芝居にするプロジェクトです。彼女たちを8年にわたって追ったドキュメンタリー映画トークバック沈黙を破る女たちが間もなく公開されます。今回は坂上香織監督にお話を伺っていきます。坂上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずメディアの舞台はもう本当にパワフルで、全身を使ってダイナミックに表現をしたり、自らのトラウマに向き合ったりですとか、自分のストーリーを語って観客と響き合うっていうのにすごく感銘を受けたんですが、メディアプロジェクトと出会ったきっかけと、撮影に至る経緯を教えていただけますか。トークバックに至るまでに、その前作のライファーズっていう作品があるので、その話からしなくちゃいけないんですけど、ライファーズっていうのはアメリカの犯罪を犯した、特に凶悪な犯罪を犯した人たちが刑務所に収容されていて、そこで行われている、簡単に言うと更生プログラムなんですけど、そのプログラムは言語的に言葉でこう対話して、その中からこう問題を克服していこうっていうプログラムなんですけど、それはそれでとっても意義があったんですけど、言葉だけでは表現しきれないこととか、あとやっぱりこうプログラムとその刑務所の中でなってしまうと、更生っていう名目がついちゃうわけですよね。犯罪を犯さなくなるようにするためにどうするかっていう、そこの前提で表現があるので、表現って本当はもっと自由じゃないですか。で、刑務所のにいる人たちってこう社会と隔離されてしまっているので、社会とやっぱり社会復帰していくわけですから、こう接点を持っていかなきゃいけないんですけど、なかなかその刑務所と社会っていうのの接点が作れないんですよね。そこに表現っていうものが噛めないんだろうかと思っていて、で、ライファーズの取材を終えてからいろいろ調査していった中で、海外ではその刑務所と社会を結ぶような表現活動っていうのがたくさんあるってことを知ったんですね。で、アメリカ行ったり、イギリス行ったり、オーストラリア行ったりして、いろんな取り組みを特に刑務所とか犯罪を犯した人たちとの接点ということで見ていったんですけど、その中で出会ったのが、その一つがメディアだったっていうことなんですね。で、特にメディアは他のそういったプログラムと違うところが、ラディカルっていうか、さっきおっしゃったようにどんどん観客と絡んでいくとか、挑発していくとか、その単にこうじゃあ仲良くしますよねとか、私たちのこと分かってくださいっていうだけではなくて、関係性を変えていこうとしたり、来ているその社会の人たちの見方をこう変化させていこうとか、自分が変わるだけではなくて、社会の人も一緒に巻き込んで変えていこうっていう、そのラディカルさんにすごく共鳴したんですね。感動したんです。元受刑者であるとか HIV 陽性者ということで、特にそういった立場の女性に対するスティグマですとか、彼女たちも自らの人生をやっぱり恥じてしまったりとか、あとは沈黙してきたりとかいう状況がある中で、その彼女たちの人生についてカメラの前で語ってもらうっていうのはすごく難しかったんじゃないですか。そうですね、かなり大変でしたね。私自身がそのメディアプロジェクト の, メンバーの人たちとこう親しくなっていくというか、こう信頼関係を結んでいくっていうのはすごく時間がかかったんですね。やっぱり私アメリカに住んでるわけではなくて、日本で生活してますし、当時大学の専任教員やってたので、本当にアメリカに飛べる時ってこう休み、夏休みとか冬休みとか、こうある程度のまとまった時間がないといけなかったので、そういう意味ではなかなかこう彼女たちの関係を信頼関係を作っていって、それでこう撮らせてもらうっていうところに至るまでが時間がかかって、人によったら本当、何年かかかってますよね。1年以上その撮らせてくださいって言えるようになるまで時間がかかってますね。This is my daughter, my youngest daughter, Nicole Rodriguez. 私がとても印象に残っているシーンの一つに、カサンドラさんと娘さんが2人でインタビューをされている場面がすごく印象に残っているんですけど、カサンドラさんは犯罪ですとか薬物依存の過去を持っていて、その娘さんの育児というか、養育を放棄してしまったという経験があるんですけれども、その経験をカメラの前で娘さんと共に語って、で娘さんもそのお母さんに対してその当時の思いですとか、親子が共に歩み寄ってその許し合うっていうんですかね、そういったシーンがとても心に残ったんですけれども、娘さんに私がアプローチさせてもらうまで3年かかりました。そうなんです。だからもう最初に2010年に
カサンドラさんのインタビューを撮らせてもらってたんですけど、それからさらに3年経ってようやく私の方も娘さんをどうしても撮りたいという気持ちになって、娘さんのインタビュー撮らせてもらえないですかねっていう話をして、でまた何ヶ月かちょっとじゃあ待ってねっていうことで彼女が話をしてくれて、さらにそのお願いしてから 2,3 ヶ月かかっていて、でまあその3年の間にもう彼女たちのそのなんていうのかな、関係をの築き直しみたいなのがあったと思うし、その以前にも彼女たちは本当長い間10年以上その関係の築き直しをやってきてるんですよね。だからあの映像には映ってないんですけど、そういう、まあ、映像を皆さん見ていただいて、でもその背景には彼女たちはものすごい過酷な人生で、それをまあ乗り越えようとして、まあ、そのさっきおっしゃった許しとか和解とかいうようなプロセスをたくさん踏んできて、であのカメラの前にいるっていうふうに思っていただけたらいいなと思いますね。苦しんでる人にそういうところを見てもらって、その先があるんだと、あの今苦しいかもしれないけど、カサンドラと娘のように、まあ、彼女たちもあの全てが解決したわけではもちろんないし、日々ね、こう関係の作り直しをしていってるわけだけれども、ああいう、まあ、希望があるんだってことをやっぱり知ってほしいから、あのシーンはね、死んでも入れようと思って、どんなに長いと言われようと、どんなにあれあのこうかこうなんていうか、メインのストーリーとはこう直結はしていないかもしれないんだけど、そこはもう絶対入れようと思いながら撮りましたね。前作のライファーズも今回のトークバックも、なんていうんですかね、人生ちょっと踏み外してしまって、まあ、失敗したりとかしてしまっても、あの必ず絶対にやり直せるんだっていう、まあ、回復ですとか、まあ、そういう希望の強いメッセージをあの私は受けたんですけれども、こういったドキュメンタリー映画を坂上さんはなぜその社会に出していきたい？それは私自身があの幼い頃暴力の被害に遭った体験もあるし、それによって自分が加害者の立場や傍観者の立場に立ってしまうこともあったし、自分自身がやっぱその暴力をめぐっていろんな体験をしてるんですよね。で残念ながら私は子どもの頃に助けてくれるような大人に出会わなかったんですね。だからそこのところで自分は被害者だってずっとこうしがみついてる何年もがあって、で、まあ、海外にあの留学して出ていろんな人に出会って、なんだ自分の体験なんてこんなちっぽけだったんだ、大したことなかったんだ、自分よりこんなひどい目にあって、でこんなにこう、前向きに生きてる人がいるんだっていうのを、まあ、目の当たりにしていったんですね。でそういう体験の中でやっぱり私にとってはそういう出会いがものすごく大きかったし、励まされたし、今の自分を形作ってきてくれたのもそういう人なの でなかなかそういう人たちにみんながみんな出会えるとは限らないじゃないですか。だから私にもしできることがあるとすれば、そういう出会いを、まあ、映像を通してあの作るっていうことで、それによってみんなに違う生き方とか、あのもし何かこう囚われていたんだったら、その囚われから少しあの自由になる、まあ、きっかけでしかないですけどね、そういうのを与えるったら大げさかもしれないけど、そういう場を作ることかなというふうに思っています、はい、今回の映画その制作の段階でいろんなまあ実験的な取り組みをされてきたということで、ワークインプログレスもその一つだと思うんですけれども、クラウドファンディングで制作資金を、あと宣伝費ですかね、集めて、トークバック応援団というサポーターの方がたくさんいらっしゃるということなんですけれども、こういったまあ新たな試みを取り入れてみていかがでしたか？すごい有効でしたね。当事者の人、問題を抱えている当事者の人たちに制作に関わってもらえないだろうかと思ってたんですよ。まあ、昔アメリカで友人がワークインプログレスをやってるのに参加したことがあったんですね。それを思い出して、あ、そうだ、編集段階で関わってもらうことができるかもしれないと思って、このテーマに関係する人たちをあの対象にして複数回やってで行こうと思ったんですね。だから結果的にはあの薬物依存症者の人たち、DV の被害者の人たち、虐待の被害者の人たち、と HIV の、あの陽性者の人たちにもこう見てもらうことができて、日本では 7,8 回やったんですね。でアメリカでは3回で、トータルで10回ぐらいワークインプログレスやったので、その中でかなり揉まれましたね。私あの試写会に伺った時に、実はその知り合いの男性の映画監督と一緒に、まあ、伺って、で、まあ、帰り道いろいろ感想を言いながら帰っていたんですけど、彼はその、まあ、登場するのが女性が多いので、もう自分にどんどん突き刺さってすごいちょっと辛かったっていうことをおっしゃってたんですけど、それはいいことです、うん
男性中心の社会なんだから、その痛いというその、ね、うん、あの言葉は私にとっては褒め言葉でやったっていうぐらい、あの痛がってほしいです。あの見てふーんって終わられたり、あの感動しましたって終わられたくないっていうか、うん、自分の問題として見た人が、まあ、その どこにこう表明したり、どこを痛いと思うのかっていうこと、あの女性だから全部いいってわけでももちろんないわけなので、いろんなセクシャリティのいろんなその背景を持ついろんな人たちがこれを見ていろんな感じ方をしてくれるのが、あの一番嬉しいですよね。坂上さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。